来たぜ一発コあ、テレビスターだった。いや、まあまあそんなんどうでもいいんですよ。このサラダさんがなんか新着コースを上げてたんですよね。で、このテレビスター、ちょっと詳しく見てみたらマジでわけわかんないんだよ。もう普通に矢印あってさ、もうゴールバーがあるだけじゃん。え、何がゴール条件で、なんなの、もうなんなのこれ。遊んでくわもうよくわかんないから遊んでくわ。でね、クリア率がね、たった 2.88% なんだったんだよね。え、一回地面から離れたら着地しないでゴール？どんな感じこれ？これは、多分壁伝っていく感じでしょ、じゃあ。ちょっと待ってね。うわ、むず！でもこれね、もうすることは一つだと思うんですよ。一番下ギリギリでね、反対側に壁ジャンプするしかないんですよね。よし、いけたいけました。よし、それじゃあ今日もね、騙されますか。ね、騙されよ、みんなで。今日もね、トロールコースやっていきたいと思います。クリア率は 1.68%、 オールウェイトラストザ50コインさあやっていきましょう。みんなね、多分見てると思うんですよ、他の実況者でさ、このコース。僕トロールコースするのがめっちゃ遅かったから、もう見てると思うんですよ。まあ、答えたやつか知ってるよね、きっと。多分これもさ、上行った方がね、上が正解、下が正解みたいなわかると思うんですよ。でもね、そこはね、もう一回、そこリセットして、みんな。リセットしてさ、一回もうゼロから始めよう。もうゼロから生活始めよう。え、こっちでいい？お、なんかいけたね。いけたいけたいけた。あ、もしかして、今日騙されんかった感じ？騙されたねいつも思うんですよね、騙されてない時ってあるじゃん。まあうまくいった時でも、騙されたらどんな感じなんだろうとか思う。だからこっち行ってみますね。なるほど、こんな感じ。いや、視聴者の皆さん多分気になると思うんですよ、あっち行ったらどうなってたんだろうみたいな。ね、結構気になると思うんですよ。あれだとするとね、ここにあるファイヤーボール、ファイヤーボールっていうかファイヤーフラワーをどうにかして手に入れなきゃいけないんでしょう。お曲を聴け。まあこんなかえ何段階。おいおい、ちょっと待ってくれって。もうほんと、もうよく騙されるんだから。で、ここ右でしょ。オッケー。そしてこのままこの針のところ行こうか。次左上がめちゃくちゃ怪しいけど、まあ、左上行くしかないもんな、これ。もうここ叩く以外ないもんね。そしてこれすぐ右に逃げる。オッケー。あ、え、あ、いや、いいんだ。あのファイヤー取ったら多分当たるでしょ。あのキラーに押しつぶされる。うわダメじゃん。ファイヤーいるじゃん、ファイヤー。ファイヤー取った瞬間すぐ右に逃げよう。はい、オッケー、逃げる。オッケーオッケーで、ここでつらら当たってもいいみたいな、そんな感じで。で、回転ジャンプでしょ。うわ、これ上行っていいかな、どうなんだろう。これ一回ジャンプしよっか。ジャンプしてこの上のコイン取る。オッケー、ブブージャンプせんで回転ジャンプしていくね。オッケーオッケーオッケー。で、ここも回転ジャンプ。うわ、これどうしようこれはハテナブロック叩いてみる。気になるもんね。ね、気になるもんね。お、もうなんもない。え、なんか正解した感じで、これは回転ジャンプしてそのまま左に行ってみるか。怖いもんね、こっち。うわおいじゃあここは何もしないでいいってこと。オッケーオッケー、来た。で、このまま左で、上行っていいよね、これ。下気になるけどね。めっちゃ下気になるけど、上行こっか。上行って、このまんま、このスネークブロックを動かす。うわっ！え？おはははい！おい、ちょっと待ってくれ！うっそでしょ！これジャンプして。なるほど！うわ、これ、でも、いけるかな？いける！やった、来た！いや、ほんと来た、これ。大丈夫かな？これジャンプして、上行く！やった！なんか今日スムーズだね。これ結構クリア率低いんだけどな。このまんまこれはここジャンプしたら多分なんかブロックが出てきてくれると思います。ブラッパーこれ右に行けるんじゃない。多分右に行くしかないもんね。あ、なんか下に書いてる。ここのね、なんか右に雪だるまマークあったんですよね。一旦こうしておこうか。あ、うわ、どうすればいいんこれ。あ、わかった。こうやってバネ使って行って、ごめん、ちょっと今ゲップがゲップが込み上げてきて、で、このまま投げてパルブロック当てるみたいな。嘘いやいや、そこで金魚はないでしょう。ここで投げておいて左に逃げます。僕、オッケーオッケーオッケー。いや、なんか下おる。大丈夫で、ジャンプ、ドア入ろう。いや、ここで中間ポイント欲しいね、そろそろ。うわ、これもう完全にもう2分の1じゃん。うわ、どうしよう。
でも左50コインあるもんな。左に釣られるか、これ。こっちの方がなんかね、罠っぽいっていうか、まあ普通っぽいんだよな。なんでいつもこうなんだ。なんでいつもこうなんだ。2分の1とか3分の1とか、なんでいつも引っかかる。よし、これもう右っていうことは分かったからね、こっちでいいでしょう。よっしゃ、中間ポイントゲット。よし、これでちょっと安心だね。3分の1来た感じだね。まあこれはもうオンフするしかないから、オンフします。そして行きや、うわ、危ね。え、今なんか来た。まあいいでしょう。このまま進みますか。罠には引っかからなかったっていうことで、今度この青ブロックがあるけど、一旦ここに行ってジャンプします。はい、これね、降りてすぐ左だね。で、これかぶるで、いいでしょう。これかぶっていいよね。で、このまま右に行く。オッケー。そしてこれは上に行けばいいのか、右に行けばいいな、なんだろう。これね、下が罠っぽいと見せかけて、あの四角めちゃくちゃ怪しいんだよな。ちょっと行ってみるか。多分ボムかなんかで右なんか開くみたい。おい。まあ引っかかりましたね。もう高速シーソーで、乗らされてさ、針に引っかかりましたけど、左でいいかな、これ。上、もしかして上が正解やったみたいな。まあ土管に入っていくしかないんで行きますけど、これはもう踏んでいくしかないもんな。あら、もうすぐ P 踏まないけんね。 P 踏んですぐ右、 OK。これでいいでしょ。で、上に行って、危ねえ、くねえ。いや、早く行けばよかったな。待って、顔でかい。見て見て、ほら見て、マリオの何倍あるこれ。めっちゃあるじゃん。あとさ、これちょっとみんな気になんなかった、この上何があるかちょっと気になんない。僕めっちゃ気になってるんですよ。ジャンプ。ちょっと待って、何にやられたか見せて。いや、まあやられることは分かってましたよ。やられることは分かってました。どうせ上行ったらやられるんだろうなとか、やっぱ思ってましたけど、まあ、気になるじゃん。やっぱね、リスナーさんもね、まあ、このね、動画を見てる方も気になると思うんですよ。ちょっとあっち行ったらどうなんのみたいな。これ、速攻右行くね。速攻右行きます。ほっ、ほっ、ほっ、よし、来た。よし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 。で、これは上に甲羅投げればいいのかな。多分、それ以外にもないもんな。だから、ここ上に投げますね。はい、よし、来た。これでいいよね。多分これでいいと思うんだよな。で、このまま右行こうか。は？ちょ、待って。なんもなくない？嘘。閉じ込められた。マジか。うわー、マジか。あー、さっき上に投げたらいけなかったんだね。いや、上に投げていいのか。これ上に投げて、で、もう一回これ持っていかないけんのか。かぶったらダメなんだ。で、ここでも上に投げる。多分これでいいと思うんだよな。オッケー、来たでしょ。ナイス。マジでコナンくんなんだけど、僕今マジでコナンくん並みに頭冴えてる。次は、あー、危ねえ。危ねえ。これかぶっていっていい？かぶってって、左上のこの土管、右上か、土管入りますね。多分こっちでいいと思う。何誓ってる。ダックジャンプ。なんだこれ。ダックジャンプって何？何なんだこれ。あ、こっちに行けってことでしょ、多分。ここね、ここの針取って、ジャンプして、オッケー、来た。あんな抜け方あるんだ。いやいや、初めて知ったような気がしますけど、おっしゃ、中間ポイント、これ取れるでしょ。2個目来た、ありがとうございます。中間ポイント、制作者さん優しいね。じゃあこのまま右行きますが、多分これこっちしかないもんな。あれ、なんか左上パンブロックがあるんだけど、まあいいだろう。キノコ取って、多分そうしてここら辺に行ったらね、出てくるんですよ。そうそう、このパワーブロックが出てきて、これぶち当てると。そしてパウパウじゃねえ、これ何、パワーバなんだって今のは。いや、今のは絶対分かんないって、絶対引っかかる。これちょっと難しいな。そしてこのちょっと狭い道行くの難しいな、これ。ちょっと、いや、もうちょっと早くやらせてくれ。じゃあさ、これパワーバルーン取って上押したらダメってことでしょ。上押さないでこのまま行くみたいな。オッケー。そしてこれはこのままでいいか。キノコ状態でいい？キノコ状態でいいのかな。大丈夫？キ
ノコ状態でよかった。待って、これ走っていかなきゃ怖い。なんかそんな気がする。で、ここでジャンプし、あっ、ほら、どっち、どうなんだこれは、どうしよう。うーわ、右行こっか。なんかさ、右の顔っていうのかな、あれ左向いてるでしょ。だから僕右行きます。多分こっちが正解だと思います。今ブブーって言わんかった。あ、でもこっちのドア入ってみようか。ドアは入れるもんね、一応。次は、あ、ちょっと待って、これ回転ジャンプで抜けれないかな。うわ、ダメか、やっぱり。じゃあこれ左行ってみようか。多分こっちが正解なんじゃない。で、この雪だるまみたいな持ってっていけば、さっきのパックンは倒せるんじゃないかな。え、なんで、あーって言われないかんの。あ、待って、この雪だるまいる。で、ジャンプ、あ、ジャンプなんもないのか。じゃあこれ倒そっか。このパックンを倒して、おい、おい、マジで、ちょっとやめろって、そういうの。これ走っていこうか。走っていきます。オッケー、抜けた。で、ジャンプ、これ正解ですよね、きっと。で、このまんま、左、あれ、こっちが正解。あ、どっちだろうね。まあ一回下のドア入ってみよっか。出たよ、出た出たよ、この死に耐久っていうのかな。もうこれずっと待たなきゃいけないんでしょう、これ。僕がやられるまでさ、いつもさ、僕ここで黙ってますけど、今回は喋らせてもらいます。これ大体さ、いつもだ作ってる人ド S だよね。もうド S しか言いようがないよね。だってさ、もう身動き取れないマリオにさ、もうあんな仕打ちするんだもん。もう絶対ド S だよね。もうここすぐ入ります。あぶねー、あれ、なんだろうこれ、なんだ。あ、待って、マジで理解できんわこれ。全然理解できんけど、ちょっとなんか似た感じのところまで行きますか。またこれか。うわ、あ、え、なんか右にあったね。あ、右あった、見えた今、見えた。いや、もうこれ次絶対クリアできるよね。めちゃくちゃ長かったな今回は。本当にもう10分、いや10分じゃねえや、もう相当してるで。2、30分はしてると思う。で、ここ雪だるま降ってきて、こいつを走って倒します。オッケー。で、このドアに入るでしょ。で、もう一回すぐ上行くんですよね。ここ行って、で、もう一回ドア入る。そしてずっと右、あ、そうそう。で、次このドア入ってずっと右か。で、ここ右連打、右連打っていうか、右押しっぱなし、ダッシュします。ダッシュして右押しっぱなし、そしたらゴールできるはず。よっしゃいやー、どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。